今日はですね、マツコーチの、ランニングフォームを、動画で撮ってきました。で、実際マツコーチが走ってる姿を撮って、まあ、それを見て、まあ、得られるものは何かっていうことをちょっとお話ししていきたいなというふうに思っております。で、東京マツランの、サポーターの方にも協力していただいて、その方の、ランニングフォームを撮ったので、まあ、マツコーチとこう比較しながら、より良いランニングフォームは何かっていうところをお話しさせていただきたいなというふうに思っております。
今実際走り方を動画で比べてみて、なんとなく動きの違いが分かっていただけたのかなというふうに思うんですけど、まあ、ランニングをする上で素早い足の引きつけってすごい重要で、こう走ってる時に足が上がらず、こうまあなんか流れてるしまってるような感じ、こうならず後ろにこう流れるような、ここのちっちゃいところで走っている人っていうのはやっぱりこう流れてる分、逆の足の接地時間がすごい長くなってしまうので、次へ動作へ動く時間がちょっと長くなってしまうので、やっぱテンポいい走りっていうのができなくなってきます。でまたここで細かいところでこう楕円の動きをしていることによってちっちゃい動きになっちゃうので、腰の重心がどん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 こう下に下がってきてしまうんですね。こういう状態でこう走ってしまうと、やっぱり最終的にこの前もものところが負担が全部来てしまっているので、まあ、後半失速なる要因になってきます。でそれを改善するためにはやはりこの足の引きつけ、しっかりと足を引きつけて前に出す、この動きが重要になってきて、まあ、そうすることによってここの素早い引きつけによってやっぱ逆の足の接地時間がすごい短くなるので、次への動きがやっぱテンポよく動けるようになります。またこうしっかりと足を引きつけることによってこの腰の入りが良くなり、クッて重心が上がる感じですね、クッと、まあ、そうすることによって重心がこう前の方に推進力で進んで、しっかり姿勢も良くなって走るようになっていきます。でこれのトレーニング方法を、1個ちょっとご紹介したいんですけど、まあ、用意するのは、まあ、こんな今ちょっと即興で作ったんであれですけど、まあ、なんか丸いボールみたいなものがあれば、まあ、風船とかちっちゃいミニボール、ちょっと柔らかめのミニボールとかでもいいんですけど、これを膝の裏らへんですね、ここで、ふくらはぎの上の方とハムストリングス、ももなとこでこうしっかり挟んでください。で重要なのはこう挟んだ時にしっかりこのももの裏、ハムストリングスに力がグッて入ってる状況かどうかを試してください。でこの状態で、ランニングの動きですね、クッと戻して、クッと戻して、クッと、で常にここのハムストリングス、もも裏の筋肉がしっかり使われている状況を確認しながら動いてください。でこれを、左右、まあ、10回から15回ぐらい3セット、行ってください。でこれは決して強度の強い筋トレっていうわけではなく、ポイントはここのももの裏の筋肉を使ってあげるっていうことなので、まあ、走る前ウォーニングアップの一環とか、まあ、動き作りの中で使っていただくとしっかり脳に刺激がいって、もも裏を使うような癖がなるので、まあ、筋肉痛になるほどじゃないので、本当にハムストリングスを使って足動き出す、ハムストリングス、もも裏を使って足を動き出すっていう筋肉を使ってあげますよっていうことを知らせるだけの動きですので、まあ、しっかり毎日空いた時間にやってるようにしてください。まあ、よろしければぜひこれをやってみてください。本日もご視聴誠にありがとうございます。よければこちらチャンネル登録お願いいたします。またインスタグラム、フェイスブックもやっておりますので、こちらの方もじゃんじゃんフォローお待ちしております。またアドレスも載っけておりますので、気になる点、問い合わせなどはそちらでお願いいたします。またねー。